2019年は散々な1年だった。プロレスのルーツといわれるイギリスで生まれ、ブリティッシュヘビー級のベルトを巻く王者、ザック・セイバー・ジュニア。正気でいられないのはこの男のせい。2019年ザックから3カウントを4度も奪った挑戦者、真田。二人のプロレスはクラシカルで革新的。男たちはそれぞれ誰にも真似できない唯一無二のスタイルを築いてきた。頭から落とすだけはプロレスじゃねえんだよ。 This championship represents technical wrestling。 すごい決めるか決められるか、繰り広げる美学の戦い。So I'm saving tapping you out for the Tokyo Dome, and you better bloody turn up to the Tokyo Dome. 2020年、俺の邪魔はさせない。ブリティッシュヘビー級選手権試合、挑戦者真田 VS 王者ザック・セイバー・ジュニア。